ちは、タルグサです。今日はリップフラワーで、水仙ですね。冬のお花として代表的なお花ですけれども、こちらを作ってみました。では作り方ですね。28番の白地ワイヤーを使って、3センチゲージでね作っていきますが、若干大きいかもしれないので、2.5 センチゲージでもねいいです。花びらと、一応額になるんですね。6枚の花びらに見えますが、3枚はね花びら、あと3枚は額っていうことでね、で1つ輪っかを作ったら、長い方のワイヤーで、ダブルブリッジですね、てっぺんのところで一周くるっと巻いて根元に戻してねじって留めます。一応ねこんな感じで、ブリッジかけてます。その方がね綺麗かなと思ってかけてるだけなんで、面倒であればね、輪っか一つで花びらにしてしまっても大丈夫です。1センチゲージで間ね、1回くらいでいいかなと思うんですけれども、これで、2、4、5枚、嘘ですね、6枚ですね6個分の輪っかを作って、1つ目の輪っかを引っ掛けてねじって留めます。で真ん中ねちょっと広げておいてください、使うので。でこれで、カップ状にして、お花の中心部分ですね、黄色くてちょっと、カップ状のになった花びらと、一応これ花びらだと思うんですけれども、はい、でちょっとね平らにして上部分ですね、こんな感じで平やっとこがねあるとちょっと便利かなと思いますが、あとは半分に切ったワイヤーでこのねところをくるくると巻きながらですね、上の縁沿い巻きながらお隣のこのね輪っかとくっつけてしまいます。なんで重なっている部分もね、いっぺんに通してしまってもいいので、とにかくねカップ状になるようにつな、げていきます。ね、こんな感じでどん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 やっていきます。はい、でこれでね、一般的な、水仙を作って、もう一つ黄色い方のね花びらの方は一応ラッパ水仙のつもりだったんですが、若干ねちょっとラッパの大きさがね、小ぶりというか小さめだったかなという気もするんで、気になる方はね、後で紹介するんですけれども、中心部分のこの部分ですね、作る時に、ゲージのサイズを大きくしてみたりね、いろいろ挑戦してみてください。私もねまた今度作る時にはね、直してみようかなと思いつつ、で中心部分ねこんな感じですね。作りやすいサイズでね作ってるかなって感じなので、もう少し小さくねこれも作っていただいても構いません。でこれがラッパ水仙のね中心部分です。2センチゲージで私はやったんですけれども、もっとね、広がった大きい、ラッパ型のね、水仙を作りたい場合はもう少しこの段階で大きい、ゲージパイプ使ってみてください。で、ラッパ水仙なんかひらひらしたねこんな感じのね、真ん中部分ちょっと印象的だなと思ったので、丸やっとこう使ってね、全体的にこの、輪っかにフリルを入れております。こんな感じですかね、ギザギザなみなみとしていただいて、で短い方はねちょっとワイヤーカットして、下向きにですねこのワイヤーしておいて、ある程度の長さでカットしてしまいます。はい、で、花びらとか作る時に余ったワイヤーとかあれば、そういったものをね、4本ぐらい用意していただいて半分に折り曲げます。そうするとこれで8本ね、上向きに出てくるかなと、ワイヤーが使えると思うので、ちょっと別ワイヤーでねこの根元のところ折ったところに引っ掛けてネジネジとして留めて、こんな感じのね、ワイヤーの、ピックを作ります。でこれを広げます。放射状にですね、四方八方に広げていって、これをですね通します。はい、上から通してしまって、なのでここでもう、長さですね、ラッパ水仙のラッパ部分ですねの長さを決めていくんですが、2.5 センチぐらいで今回私作りましたけれども、ここのねサイズ、あと一番上のね開いてる部分のサイズっていうのはちょっとね変えていただいてもいいかなと。画像ね、意外と
種類があって、私が見たのがちょっとシュッとしたタイプだったん で後からねもう一回検索した時にもっとねバッと広がってるねタイプもあったので、まあ品種によるんだろうなとは思うんですけれども、あとはワイヤーをね均等に広げていって、下の部分はちょっとね、外側に押し込むような形で形をね整えて、カップ状というかグラス状ぐらいな感じですね、な感じで、整えて、このそれぞれ出ているワイヤーを縁のところですね、2センチ生地で作った縁のところに一周くるっと、巻いて留めていきます。平やっとことかねあるといいかなと思います。で、余分なワイヤーはカットして、形整えていってください。で、つぼみを作るんですが、2センチで作ったものと 2.5 センチで作ったもの、ちょっと形がねよく見ていただくと違うんですけれども、3周ですね、ワイヤー巻いていただいて、ねじって片方ゲージの溝に通してくるくると巻き留めます。で、先端を少し尖らせて、根元をねこんな感じでキュッとちょっと細くして、たものと、真ん中部分ですね少しくぼませたものとっていう感じでちょっと作り分けたんですね。今回ラッパ水仙とね普通の水仙2種類あったので形を少し変えましたけれども、まあこういったものもね、画像のねつぼ、水仙つぼみとかでねちょっと検索してみていろいろ形ね見ながら作っていただければなと思います。ラッパ水仙は全体的にこんな感じでね、細長い、感じのねつぼみかなと思ったので、こちらを今回は主にお見せしてますがあとはこれをね、先端ね、余分なワイヤーで、ねじって留めたら、ねじりを残してカットして内側に、入れますが入りませんねなかなか。そしてあとは、均等に広げていくんですが細長いんでねなかなかこの作業もちょっとやりづらいですけれども、こんな感じで広げてつぼみを作っていきます。はい、こんな感じですねと言いながらもなかなかね内側にね入らないんで、はい、で、2センチゲージで1つ輪っかを作ります。で、これが苞と呼ばれるねちょっと茎のとこについてるね、ものです。次は、26番のちょっと太めのね、グリーンワイヤーで葉っぱを作っていきます。まあ、この葉っぱはね、よくニラに間違われて、まあ、食中毒とかになってでね、騒がれるぐらいでなんでもうほぼニラです。主婦の皆さんでしたらね一度は見たことがあるでしょう。こんな感じのねサイズ少し長さね変えて作っていただいてもいいですが適当に、ねじって留めて細長くと。で、グリーンでね今回ディップしました。この根元あたりにもねこの袴ですね袴以外にもねとかいろいろあるんですが今回はちょっとね省略して作っておりません。で、ゴールデンイエローで黄色の方はね、ディップしていきます。中心のこのカップ状の、花びらも、こんな感じでね、ディップして、ディップし終わったらねメラミンスポンジに立てて乾燥をさせていきます。はい、こんな感じですね。で、花びらと額、それぞれね3枚ずつで6枚の、花びらに見えますけれどもこちらも同じように。で、こちらの、ちょっとね浅いカップ型の方の、花びらも同じようにゴールデンイエローで今回はディップしました。これのね花びらに関しては、後でね、白系でディップします。で、細長いラッパ水仙のつぼみはこのまま、ゴールデンイエローでねかぶせ付けをしていきます。で、クリアーにスノーホワイトをねほんのちょっと混ぜて作った調合液ですね。まあ、なければねスノーホワイトとかでもね構いません。こちらですね、花びら、多少ねただ真ん中部分がね透明感があるので、こちらもねちょっと透明入ってた方がいいかなと思ってクリアー寄りな色で、でこちらのつぼみは、このまま同じね、クリアにスノーホワイト入れたもので、ディップしていきます。はい、で苞の方ですね何色で、ね、ディップするかちょっと悩んだんですけれども、まあ、オレンジをねちょっと多少クリアで薄めたものでいいかなと。
で、リップがね割ったら乾燥させて、さらにストレスナーをねつけて、また乾燥をさせてください。特にラッパ水栓のね中心部分、ちょっとねくぼんでてね、ストレスナーたまりやすいのでね、気をつけてください。で、30番のねワイヤーとペップですね、真ん中の白いもの一つと、黄色のねもうちょっと小さいもので、おしべですね、真ん中のこの白のものが、めしべに一応しています。で、おしべとめしべのためにそれぞれね1本ずつは半分でカットしてしまって、あとはこんな感じで半分に折り曲げてね、黄色いもの、3個と白1個っていうもので、まあ、高さ同じぐらいに、でもう一つですね、折り曲げて黄色2つと切った黄色ですね、半分の長さに、切った黄色1つをこんな感じでですね、さっきのものよりちょっと下につけるとこんな感じで、おしべがまあ、6本あるっていうことなんですけれども、少し高さがねどうも違うみたいで、まあ、こんなね細かい話はまあ面倒であれば6本ねつけて普通につけていただければいいです。はい、で30番のワイヤーでねぐるぐる巻きにして、ピック状にします。はい、でこれあんまり太いとね通らなくなるので、30番ぐらいのね細いワイヤーの方がいいかなと思って、で穴を開けるんですけれども、特にねここっていう目安の場所があるわけではないので、中心に近いところにね目打ちで穴を開けてください。で方はこんな感じで、丸めて、つぼみの方にもね、つけるのを忘れずに、こんな感じですかね、ちょっとねじって留めておきましょう。はい、で先ほど作った、ペップのね中心部分、おしべめしべ部分、今白でね巻いたんですけど、まあ、気になる方はグリーンで巻いていただいてもね、いいです。ちょっと下の方になるのでここ出るかなと、ちょっと位置がね、よってはこの白目立つ場合はここで一旦ねグリーンで巻いてもいいんですが、まあ、モコモコするかなと思ってこのまま花びらの方をね、つけていってしまいます。まずは3枚ですね、これが花びらと言われる部分ですね。ちょっと形整えつつ下でねじって留めていきます。でこのワイヤーはねもう余分なので少しカットしてしまって、さらに下に、今度はガクという、まあほぼ同じに見えるんですけどね、花びらつけていきます。でねじって留めます。はい、でこれもワイヤーちょっと多いので、カットして途中で減らしておいて、最終的にねちょっと位置調節してください。はい、上3枚下3枚といった感じですかね。はい、でこんな感じです。で同じようにね、低いタイプのものも、白とね黄色で、組んでいきます。今回葉っぱがね16枚くらい作ったかな、16枚ですね多分。で18番のワイヤーなどね適当にちょっと太めのワイヤーね使ってね茎を作っていきます。これ今ね2本つけてますけど1本でもいいかなと思います。ワイヤーがね最終的にたくさんになってかなり茎が太くなってしまったので、ある程度ね、太いものでしたら1本でも大丈夫です。でフラワーテープでね、一緒に巻いてから方を根元のところですね、折り曲げてくるくる巻きながら、フラワーテープで留めていきます。で、方のちょっと、同じ箇所ぐらいでもいいんでね折り曲げて、万が一折り曲げた時にね、方がちょっと破けてしまうこともあるので、そしたらちょっとフラワーテープで巻き留めて、見えないように、どうしてもこの折り曲げる時にね破れたりしやすいので、ちょっとここ気をつけていただいて、つぼみの方もね18番のワイヤーと一緒に留めて折り曲げます。ここもね折り曲げる時にこの継ぎ足したね18番のワイヤーが飛び出してくることもあるので、ちょっとね、18番だと太すぎるのかなとも思うんですけれども、調節うまくねしてみてください。でねこんな感じで、お花同士自然な感じでしたらねこのぐらいの位置かなと思うんですけれども、最終的に3つぐらいつけたもの同士をちょっとね、組み合わせて少し、まあ、こっちはね、セットにしてみようかなと
バランス見てくださいね。ちょっとね、私あんまりこのねバランス感があまりねこういうセンスがねないんですよね。なんでまとめてしまってますけれども、もうちょっとね別な飾り方でも、構わないと思います。まあ、一応花瓶にね、生けるつもりで、イメージしてます。なのでここはあえて、これくらいちょっとね葉っぱを上の位置にねつけてみてもいいのかなと。生ける時にはですね、なんか下の袴をこう取って分解して葉っぱをねちょっと位置上にしたりとかもね実際するみたいなんで、生け花の方ではね。なのでまあこういうこともやってみてもいいのかなと。全然生け花とか習ったことなくて正直さっぱりわからないんですけど、袴があることすらそれを見ながら、袴があるあー取ってねバラすんだ。いや私の方はどっちかというとバラしたものをなんとか組み合わせてね組み立てていくっていう感じなので、まああまり知らなかったんですけど、ね、であとはねいくつか、5本ですかね、上3本に、下5本葉っぱをねつけてみました。特に数に意味はないのでお好みでやってみてください。はい、白い方はねなんか自然な感じに、根元にね普通に、まとめて葉っぱね高さ違い出さずにねやってみた感じです。はい、ということで今回はね、2種類作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。